焼き上がったよ。豚の帽子で特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな、うち。それを先に言え。なめてんのか、このガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たく、タリーナ、俺に何の用だよ。ぶ、豚が喋ってる。いちいち驚くの、これだから田舎者は。ホーク、床掃除頼む。ち、めんどくせえ。ジャンパン書類係も楽じゃねえぜ。たく、もうちょっとマシなジャンパン食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまーい、ここのジャンパン最高。七つの大罪。おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で、見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつでな、国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。おお、あの、諦めたらどうだ。はあ、
エンチャントセレブレーション。まだ捕まってないんだろう。一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。お前誰だ。この子が七つの大罪。店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだ。お前店？豚の帽子で俺の店だ。あなたがマスターさん？おかしいか？いえ、その背中の剣が見えたものですから。ああ、これか。ビビった？スカだけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろ。これぞ食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。あ？シャベル豚さんだ。フォークだぜ、よろしくな。そうだ、腹減ってないか？よけりゃ食わしてやるよ。フォークちゃんを？フォークじゃねえ、フォーク。逮捕していただいた上に食事まで、なんてお礼を言えばいいか。礼言う前にまず食ってみな。はい、いただきます。どうだ、まずいだろ。はい。やっぱり。でもすごく美味しい。なあ、お前あんな鎧姿で何してたんだ？探してるんです、七つの大罪を。なんでまた生きてるか死んでるかもわかんねえような連中だぜ。大悪党だぜ。開けろ、村人からの通告があった。おい、出てこい。呼んだか？なんだ貴様。俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる？そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか？このサビの騎士ホーク。この豚が七つの大罪ですか？なわけないだろ。なんと、俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ。な騎士団があるか。この豚でよければ煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ。ガキ、騎士を愚弄するとはいい度胸だな。アリオニさん、裏から女が逃げました。何？急ぎツイーゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビ抜きした。おい、よし。
七つの大罪の一人を追い込んだとあらば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした。いたら突進してきます。来るな。山猫の悲劇師団、油断するな。
二度も助けていただいて、なんとお礼を言えばいいか。で、お前はなんで七つの大罪を探してるんだ？聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって何から？聖騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でも、その彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら、先日、聖騎士たちの手により、国王以下王族の者たちが、次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか？それは、聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのかわかりません。ただ、王国と周辺の町や村から、人々を強制的に集めては、着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ。大変だな。で、のんきだな、おめえは相変わらず。でもさ、それと七つの大罪とどうつながんだ？唯一、聖騎士たちを止める希望があるとすれば、七つの大罪だけなんです。